スノーマンの佐久間大輔が19日、YouTube チャンネル、放課後ゲーミングライフの生配信に出演。ピアスを開けた際の裏話を明かした。佐久間大輔、ピアス開けた際の裏話明かす。14日、パーソナリティを務める文化放送、スノーマン佐久間大輔の待って、無理、しんどい、毎週土曜夜8時、似てピアスを開けたことを報告していた佐久間。 この日の配信で、メンバーの深沢達也と渡辺翔太と買い物に行った際にピアスを開けることを決意したと明かし、また後日3人で集まった際に開けてもらったと報告。ピアスを開けた日は10月4日になったと言い,い、今は痛みもなく安定しているそう。渡辺は左利きのため右耳の穴を担当し、深沢は左耳を担当。深沢はピアスを開ける際、いやいや俺できないできないできない。 とおののいていたものの、周りからの、お前に開けてもらわないと意味ないから、という言葉で開けることを決意。最初は緊張のあまりピアッサーが後ろに吹っ飛んだが、無事に成功したことを明かした。メンバーにピアスを開けてもらった感想として、このピアスをつけるのにあいつらに開けてもらったわって思えんのいいなって思って、あいつらさ地元の友達感あるからと語った。また、購入したピアスは有名ブランドティファニー。 ティファニー &CO のフープピアスであるといい、深沢が同ブランドを高校時代から愛用していることに影響を受けていると明かしていた。